あれ買ってきてくれます。はい、お願いしました。今日真面目なんですよ。そうです。あの朝会った時から、うん、今日どんなイメージですか。そうドカーンって質問来て、あー今日南の島なんですけど南の島来ましたね。はい、来ました。はい、写真家クジラ安男です。今回もですね、荻野金四郎監督に動画の撮影を頼んでるという、はい、よろしくお願いします。そしてスペシャルゲストは出演新藤真奈美さん。新藤真奈美です。おはようございます。2回目だ、よろしくお願いします。あの前回のはすごい良くてですね、はい、まだあと1本編集してないのがあるんですけど。ああ、まだそんなにあるんです。写真うまい。ええー、あと一生懸命撮ってる姿とかなんかこう、けなげですよね笑ってなかった。なんで笑ってるんですか。笑ってもじゃなかったです。けなげキャラやからやめて非常に写真がうまくて、うん、あの、あれ俺が弟子入りしようかなって逆に、ね、逆に教えてもらいました、いろいろっていうことがきっかけで、今日はこのスマホで一冊丸ごと写真集を撮ってしまおうと思います。お願いします。そういう写真集って今まであるんですか。業界初。おお、まあ、日本で初ですね。そうですよね、聞いたことないスマホで写真集、はい、それを Amazon Kindle デジタル写真集で発売されますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。一旦切っていいですか。お疲れ様です今の代理店のこれ担当者が電話がありまして、はい、今って新藤さん撮影と真っ只中です。いいですよ、テレフォンショッキングみたいで今でしか出れない。了解しました。かしこまりました。頑張れということですね。はい、わかりました。はい、失礼します。後でグッと、はい、はい、非常にこう演出じみた本当に電話なんでイメージがだから南の島で、まあ、南の島ですわ。南の島のイメージが、ね、とても合ってますもんね、はい、いいです。いいですね、はい、しかしめっちゃ晴れ女ですね。そうですね、すごいいい天気ですよね。超いい天気、撮影日和ですね。前回もものすごい天気が良くて、うん、暑すぎましたもんね。暑すぎました。あれ真夏でしたから実はそうだそうだ。今日はもうね、あの秋の、はい、まあ、でも今日はちょっと残暑厳しい感じですか、うん、結構暑いですよね、まあ、南の島のイメージにぴったりという、うん、ではあの、あと写真のこれ、まあ例えばこれでこんな気持ちで撮ってるんだけど、うん、っていう時にリアルタイムで実はこう撮ってもらって本当はこう撮ってもらいたいんだけどとかっていう気持ちがあるじゃないですか、はい、それを知りたいですよね。僕も知りたいですけど多分みんな知りたいんですよ、うん、そのぶっちゃけた話を聞ける頃になってきたのかなと。本音を本音を、もう今日言っちゃえと、うん、もうこれで今日最後ぐらいで全最後言いたいこと言えと、その裏当たりってこと言えばいい普段裏当たり持ってない、はい、実はこれを撮影した後にまた日を改めて、はい、今度はきちっと、まあ、普段使ってるプロ仕様のカメラで写真集一冊撮ろうと思っています。おお、それで、あ、スマホで撮ったのこうだったんだ、うんうん、プロ撮ってるカメラもこうなんだ、うん、あ、結構スマホいいじゃんみたいな、うん、もうこれはやっぱり一眼レフで買わないなみたいな、うん、そういうところをまたゆくゆく楽しめるように対比をですね。じゃあどっちも買わないと楽しめないですね。撮る人間が同じ、撮られる人間が同じ、カメラが違うだけ、はい、動画撮る人は同じでも藤原さんどうですか、そのスマホで撮るとなるとちょっと気持ちって違うんですか。スマホで撮るってそのたくさんいっぺん撮ったことがないんで、うん、その対応ができるのかなっていう、うん、若干の心配と、それから暑いじゃないですか、うん、よく iPhone ってあの注意が出るんですよね。あ、熱でね、はい、冷ましてくださいみたいな、はい、気持ち的にはどうですか。気持ち的にはとてもリラックスしていて、うん、なんか近いですよね多分、うん、こうガツッときたのとおー取られるぞっていう感覚での緊張感とか、うん、あのまあ普段の仕事なりのスタイルになるじゃないですか、うんうん、これ普通に友達感覚で感じてるんですけど、プライベートっぽいような感じ。そうですね、よりなんか親近感がある、うん、まあ、非常に
こう親しみのある写真集がいいんじゃないかなと思ってます、ね、まあ、それが狙いなんですけど、なるほど、なので撮る側もリラックス、はい、撮られる側もリラックス、はい、今日はすっぽい感じで、はい、一日よろしくお願いします、よろしくお願いします。